はい、どうもセブンナイツおじさんです。セブンナイツの実況をやっていきたいと思います。何をやろうかなと思って、すごいこうボックスをね見てたんですけども、今日からまたあの黒金の守護者ですよね。なのでチュンリーを今育て上げて、チュンリーを使って、黒金の守護者やってみようかなと、捕食者かやってみようかなと思います。でまあね、装備は至ってシンプル、ノーマル、誰でも手に入るような装備です。でダメージ量 10% アップのイヤリングつけて、極上宝石2つ、まあ言うてもダメージ量ぐらいですけどね。でまあ、100% にはなってますけどね、弱点が。自分でスキルでパッシブで 60% 上げるじゃないですか。でそれをと合わせると 100% になるんで、まあ、本当別にいらないんですけどね。でも 100% 超えさせるみたいな、60、80で60% 上がって 140%、 だからほぼ、出るんじゃないかなと、弱点攻撃が。で俺黒金の守護者ね、捕食者ね、多分100万ぐらいしか出してないんですよ、繊維でやってて。なので攻撃力的には繊維とチュンリー変わんないんですよ。繊維、あ、取りすぎたかな。エスパーだ、あれ、まあチュンリーが2137で、繊維が2112と、まあほぼ変わらないですよね。でこっちの方がダメージ量多い、上がるのつけてるんでね。まあこれでまあどういう結果になるかちょっと見ていきたいなと思います。はい、まあなんとかね100万以上はまあ出したいなとは思ってるんですけど、はい、じゃやってみたいと思います。まあね、正直言ってね、黒金の守護者あんまやってなかったんで、取り回しとかもあんまよく分かってないっつうんで。ただ、白虎連撃が弱点の頭に刺さらないと意味がないっていうことは、情報として持ってるんで。これで弱点攻撃率上げて弱点率 100% にして、すげえダメージしてんなこれ。
すごいな。こんな出んの。全然次元が違うわ。もう100万いきそうですもんね。ちょっと待って、バフはつけない方がいい、あ、いいよな。通常攻撃で3万とか出るんですけど。すごい、これはすごい。チュンリー、やべ、海の保証者の前に使っちゃった。うわ、やべ。そんなに回復してなかったか、俺。攻撃ばっかりしちゃってた。ちょっと失敗ですね。もう一回やりましょう。回復はもうちょっと定期的に入れていこう。バフかけの準備が結構大変ですね。で、100列逆で、弱点攻撃率上げて、一発で 4.5 万ぐらい当たってますもんね。なかなかいい。これで終わり。決める。はあ。逃がさない。はあ。で、追加攻撃が意外と出てくれる。回復打てるタイミングで回復を打つ。
とりあえずこれでさっきと同じぐらいのスコアになったけど、チュンリーがなんかちょっと持たないな。ヒットポイント上げてはいるんですけどね。持たないな、チュンリーが。ちょっとちょうどいい感じのぴったりな感じでやられてる感じですよね。一応120万到達。レイチェルが硬い。まあ初運用で120万だったらまあまあまあいい方なのかな。まあいい方なんじゃないでしょうか。うん、すげえな、テルヒコさん、もう400万。チュンリーだよね。ヒットポイント上げているね。でも装備は反撃装備してますね。テルヒコさんは反撃だ。反撃じゃないや、ヒットポイントと反撃か。で、その代わりルーン振ってねえんだ。なんでだろう。じゃあなんで俺死んじゃうんだろう。回復力が足りない。回復力が足りない。どうなんだろうな。まあちょっともうちょっと研究しながらやってみようかなと思います。うん、まあでもスコアがねすごい出せるっていうのが、まあ、見えたので、こんな簡単な装備でも120万までいけたんで、そうするとマスターチャレンジャーだった人がマスターに上がるのはできるんじゃないかなと。でマスターを維持できるかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけど、はい。というわけでご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。